サイボーグ009サイボーグ009本項目では、石森翔太郎の SF 漫画、サイボーグ009を原作としたアニメ作品全般について解説する。大半の作品は、原点通り、サイボーグ009という題名で制作されているが、21世紀以降に制作された作品の中には、原点から大幅に内容をアレンジしているものも多く、それらの作品は、 009の部分はそのままとしつつも、題名にもアレンジが加えられている。テレビシリーズは、1968年に第1作目、1979年から1980年に第2作目、2001年から2002年に第3作目が放送された。さらに、サイボーグ009と題された、 劇場版アニメーション作品が1966年、1967年、1980年に公開されている。2010年、原作を本案した 3D 短編アニメ009が限定公開。2012年、劇場用 3D アニメーション作品 009RE サイボーグが公開された。2015年、テレビシリーズ第3作目からは、 約13年ぶりとなる新作映像作品サイボーグ 009vs デビルマンがイベント劇場公開。2016年フル 3DCG アニメーション作品サイボーグ0 0 9コールオブジャスティスがイベント公開。先行して劇場版2作が作られ、その後テレビシリーズが始まった。当時、東映のアニメ映画は文芸性の高い長編が制作されていたが、 プロデューサーの畑野義文がテレビアニメの手法による中編映画を企てた。すなわち、東映動画が創立以来年に1本から2本公開してきた名作ものを原作とする長編のフルアニメーション作品を A 作。この A 作に対して長編フルアニメとテレビアニメの中間的位置づけとして海外輸出を意識した3コマ取りの中編で 日本国内向け作品を B 作とするものである。そして、テレビシリーズのレインボー戦隊ロビンのスタッフを投入して制作された B 作の第一弾がサイボーグ009であった。B 作の第一弾として009が選定されたのは、最遊機などを演出した東映動画の白川大作と原作者の石の森との縁による。演出は映画2作とテレビシリーズともに、 セリカワ・ユワが担当。音楽はいずれも小杉田一郎が担当し、映画用の曲はテレビシリーズでも新曲と合わせて使用されたほか、以後の複数の投影動画作品にも流用されている。映画、怪獣戦争の主題歌はテレビシリーズでも継承された。その際、メンバーの名乗りが曲の前に入れられたが、このアフレコでは、霊霊旧役の田中幸也がなかなか、 タイミングを合わせることができず NG を連発したと10回している。テレビシリーズ第一作は終了直後の1968年11月10日から1969年2月16日まで日曜18時25分から18時55分にて一部話数が再放送されたのを皮切りに1970年代前半までネット夕方の再放送枠や 夏休み朝の特別編成、夏休み漫画大会で、しばしば再放送された。一方の劇場版は、地上波、衛星放送、CS 放送で、幾度となく放送。特に1976年では、ネットの土曜20時代に設けられていた単発番組枠にて、7月3日に第1作、8月14日に第2作をそれぞれ放送。当時、 直前の土曜19時台後半では、同作品と同じく、石の森原作の特撮テレビドラマ、秘密戦隊ゴレンジャーが放送されていたため、土曜のゴールデン隊に連続して、石の森原作による集団ヒーローものが編成される格好となった。また劇場版一作目は、2008年3月に BS2 の特別番組、とことん、石の森翔太郎においても番組の一環として、 放映されたが、作中にて、放送禁止用語が多用されていたことで、多くの修正が入った。テレビシリーズでは、キャラクターデザインが変更され、髪型や表情が、原作に近づけられている。この改編について、原作の石森は、テレビシリーズのキャラクターが、自分の絵柄と違うことに不満を抱いており、脚本の辻松崎は、直にクレームを聞かされたという。 さらにアニメ化にあたって、設定面でも以下のような変更が加えられた。特に007の設定変更は、原作者の石の森の不満とは裏腹に子供たちからは、好評を博し、当時のキャラクター人気投票で1位を獲得。変身能力は持ち合わせてはいない007が、主人公である短編のサイボーグちゃんも描かれた。原作漫画でも、007は永久変身として、 子供の姿が基本になったことがある。声の出演主題歌同時上映シリーズに共通した明確な敵はおらず、009を中心にして事件に挑む。主な舞台は日本で、日本に在住している009,001,003,006,007とギルモア博士がレギュラーとなっている。他のサイボーグは外国に住んでおり、 状況に応じて登場するので、全員が揃うことは少ない。前述したスタイルを採用した、都合上、ブラックゴーストの設定は、排除されているが、第一作においてもスカールが、モチーフの敵が2度登場するほか、サイボーグマンに似たデザインの戦闘員も登場する。また、セリガワによると、最終回に出てくるマスコット人形は、劇場版2作に登場した。 ブラックゴーストの関連的な姿だという。3番編成に制作されており、脚本も辻マス伊上マ小沢洋の3名でオリジナルエピソードも加えられた。原作の009のエピソードをアニメ化したもののほか、オリジナル脚本と009以外の石森作品をモチーフにしたものの、と、主に3パターンある。 オリジナル脚本でも、前述のように原作を部分的に活用したものも存在する。10本の脚本を担当し、事実上のメインライターであった辻正先によると、第一作は当初テレビ局が予定していた番組が、諸事情により制作中止になり、急遽依頼された作品だったという。そのため、劇場版の実績があり、原作も存在する同作品が、 準備期間がかからないという理由で採用されることとなった。基本設定やキャラデザイン、声優の多くは劇場版を引き継いだものとなっている。テレビ局側は穴埋め用の作品なので人気が出ても出なくても半年で終了、その代わり打ち切りはしないという条件を提示した。そのため制作期間が短いことを除けばほとんど制約を受けることなく、 当時のテレビアニメとしては考えられないほど自由な環境で作ることができたという。中でも、脚本の辻真崎と演出のセリカは言う我のコンビによる、第16話、太平洋の亡霊と、第2話、X の挑戦は、ビデオが普及していない1970年代、後半のファンの自主上映会で、よく上映されるエピソードだった。本シリーズのテーマは、反戦である。 同作品の放送終了後に、再び劇場版制作の話が持ち上がったものの、これについては実現しなかった。声の出演主題価格はリスト放送局、テレビシリーズが1年間放送された後、劇場版が作られた。前作に引き続き放送局は、テレビ朝日であるが、制作は、前作の投影動画に代わり、投影本社のテレビ事業部が担当し、アニメーション制作は、 日本サンライズが手掛けている。もともと同事業部のプロデューサーである鈴木武之が石の森原作の特撮番組を手掛けていた頃から石の森に再アニメ化を打診していたもので数年の説得の末実現した企画である。第2作では坂谷清がメインライターを務め全部で18本を担当している。前作でのメインライター格であった辻松崎も 1> 第1話を執筆している。スタッフとして、アニメーターの金田以降、作画監督の足田富を演出の高橋良介らが参加した。第2作におけるストーリーは、宇宙受編、選手の休暇編、ネオブラックゴースト編からなった。石の森の提示により、エッタ編をベースにした宇宙受編は、監督の高橋の手に余るという理由で9話で終了した。 ニュートスサイボーグ編のアニメ化の構想もあり、石森がラフデザインを描き下し、脚本も3話分の第1項が完成していたが、実現しなかった。ここでヘレンの代わりとして考案されたアルテミスのデザインは2001年版のテレビシリーズで使われた。第2作は宇宙海賊キャプテンハーロックの後、番組として火曜19時代前半に放送された。 番組開始に先立ち前夜祭りと称して、スタジオに、石の森や声優、一般のファンやキャロライン陽子、南州太郎他の芸能人を集め、柏村竹明が司会を務めた全宣伝の番組、サイボーグ009前夜、祭りアニメでフィーバー。が、1979年2月20日27日の2週に、渡って放映された。当初はこの特番を挟まず、 キャプテンハーロック終了翌週の2月第3週から放送開始とする予定だった。しかし、鈴木武之プロデューサーが効果音を実写的なものにしようと実写畑で活躍する栄光音響の大田勝みに音響演出を打診した際に通常アニメ番組では絵が完成されないまま絵コンテの状態で音を入れることもあるが、 そういった状態ならできないと言われ、アフレコ時には100%画が,が入っていることを保証しますと鈴木が約束。そのため、本来のアニメ制作環境であれば2月3週目の放送に間に合うところを、この約束を守るためにはスケジュールが間に合わず、2週の特番を挟むことになった。前作で変更されたコスチューム009の髪の色007の年齢設定も、 第2作では原作に準ずるものになっている。ただ加速装置については零零級のみが装備する特殊能力となり零零には装備しない。ただしネオブラックゴーストのサイボーグの中には加速装置が装着されていると思わしき描かれ方がされた場面もある。前作の設定変更などに不満をあらわにした石の森は第二作に関しては打ち合わせ等に積極的に参加し、 また、足田富夫が起こしたキャラクターデザインに関しても原作に近く自分の意図を掴んでくれていると好意的なコメントを残している。放送データ制の出演スタッフ音楽主題歌の作曲は全番組宇宙海賊キャプテンハーロックに引き続き平尾正明が担当した。オープニングテーマとエンディングテーマの初出音版は1979年3月に発売されたシングル。 第2作は1975年に復活した原作漫画の流れと1977年からのアニメブームの流れを受ける対策として期待され、その OP を誰が歌うのかも注目された。当初、アニメソング歌手としてのイメージが固まっていない人物とのみ発表された歌唱担当は後に成田健と明かされた。成田の歌手デビューはグループサウンズ時代に遡るが、 アニメ、特撮ソングでは、同作品が、デビュー作である。当時の日本のテレビアニメ、特撮作品は、OP の題名に、番組名が含まれるものが主流だったが、第2作では題名のみならず、歌詞にも、009は含まれず、かろうじて、サイボーグ戦士という歌詞はあるのみである。OP の題名は、誰がためにという、子供にとってはあまり馴染みがない文語的表現で、 高年齢層向けであることをアピールした。ED、いつの日かは、OP のコーラスも担当したコオロギ73が、歌唱。それまでグループとしてのイメージが強かったコオロギ73であるが、同曲では、AA パートは、ソロ歌唱になっている。主題歌の編曲及び BGM の作曲、編曲は、前年公開の劇場版、科学忍者隊。 ガッチャマンの BGM で実績を上げていた杉山孝一が担当し、同作品に続く組曲仕立ての LP、公共組曲サイボーグ009として1979年5月に発売。この組曲には平尾作曲による OP をモチーフにした曲も含まれていたが、杉山自身は平尾くんのメロディーを生かしきれなかったと実感している。BGM の録音は、 合計3回にわたって行われた。公共組曲サイボーグ009は第1回録音文にあたる。第2回、第3回録音文の曲はあまり使われなかったが、これについて選曲の村田義嗣は組曲が素晴らしいものだったためと語っている。1980年3月に発売された主題歌挿入カエル P には OP と ED を含む全10曲が収録された。 そのうち一曲は、スキャット入りのインストゥルメンタル曲だった。挿入歌の編曲はすべて、竹内正久が担当。また、成田健が一部の挿入歌を作し、作曲した。レコード及び CD はいずれも、日本コロンビアから発売。各アリスト第12話で009が、誕生編のプロローグ部分を改装している。タイトルコールはナレーションである、野田圭一。次回予告ナレーションは、 井上和彦だが、2話での予告では、杉山和子。放送局放送時間は個別に出展がついている。ものを除き1980年3月終了時点の、もの、系列は放送当時のものとする。アニマックスでリマスター版で再放送されており、字幕放送も実施。009が黄色字幕、それ以外の人物は白色で表記。 テレビシリーズ第2作終了後に制作、公開された、長編作品で、アニメ制作は、テレビシリーズ第2作の日本サンライズに代わり、投影動画が再度担当した。キャッチコピーは、あらゆる宇宙、あらゆる愛を超えて今スターゲートの彼方へ。九百八十年十月二十日に、東京会館にて、岡田茂東映社長、今田智則東映動画社長、渡辺良徳、 東映常務、石森翔太郎、秋日正幸監督、主題歌の町田義人、山本ゆり子、脚本参加のジェフ・シーガルらが出席して、制作会見が行われた。岡田社長より、1981年正月第一弾作品として、長編 SF アニメ、サイボーグ0 0級超銀河伝説を、80アニメーションザ、ベスト10との閉映で、全国一斉公開する。 昨今は、廃集10億円を超える作品は稀で、大量動員できるのはアニメーション。サイボーグ009は、石森氏のライフワークのものだけに同氏には、宣伝に協力してもらう。創生作費は9億円を投入、思い切り宣伝費を使い全国231館で公開、廃集15億円を上げたいなどと説明があった。今田東映動画社長は、東映動画の技術を結集。 最高のスタッフを投入し、世界最高のアニメーションを制作するとぶち上げた。脚本参加のジェフ・シーガルは SF 映画、スター・ウォーズに参加した、脚本家と説明があり、私は以前から石森ファン、この原作はキャラクターが独創的で面白い。今回は参加できて、光栄、世界中で成功させたいなどと述べた。劇場版、第3作は当初、 東映洋画系の劇場で公開される予定だったが、1981年の東映正月映画をめぐる大混乱で、東映本番線の劇場で正月映画として全国公開された。東映がアニメーション映画を正月映画として公開するのは史上初。これに劇映画のメジャーがアニメに逃げるとはと撮影所内部が猛反発した。スタッフも当初は、 銀河鉄道39の林だろうが監督だったが、脚本作りがうまくいかなかったことから途中で降板し、監督は秋日正幸、キャラクターデザインと作画監督は山口康弘という東映動画系のスタッフで固めた。脚本も中西隆三とテレビシリーズにタッチしていないスタッフを起用した。当初の石森の構想では舞台は太陽系内に限定していたが、 東映側の要望で宇宙を巡る話になった。新聞広告には宇宙戦艦ヤマと銀河鉄道39に続く壮大なスケールの娯楽町対作と当時ヒットしていた宇宙を舞台にした SF アニメを意識したキャッチコピーが打たれていた。前述のように従来の008の漫画的に黒人をデフォルメしたキャラクターデザインがアメリカ輸出の際に 人種問題になるとのシーがあるからの指摘から、劇場版第3作では石森が新たにキャラクターデザインを描き下ろした。黒人俳優シドニー・ポワチエにちなんで、ポワチエ風008の通称がついたこのデザインは、以後のアニメ作品でも踏襲されている。公開前から明かされていた004の壮烈な戦死が話題となったが、004が復活する結末は、 不評だったと言われ、後のテレビ放映時には復活部分がカットされた。配給収入は5.2億円。目標を大きく下回った。声の出演映画公開に伴い、ファンによる投票を参考にして、キャストが決まったため、1979年版の担当者が大半であるが、レレイチやギルモア博士に、関しては1968年版の担当者になっている。 1968年版の003役の鈴木、1979年版の001役の千事松、008役の戸谷も、早役で出演している。スタッフ主題歌挿入解明時ソング、同時上映テレビシリーズ第2作の終了から20年余りを経て、放送曲をテレビ東京に移す形で、サイボーグ009ザサイボーグソルジャーのタイトルで、テレビシリーズが放送された。 後年のパチンコやパチスロも同シリーズを元にしている。また同シリーズの放送に合わせ、別冊、コロコロコミックにて松原ともみによるギャグ漫画、SD ギャグバトルサイボーグ00900学園危機一発も連載された。アニメーション制作はジャパンビステック。キャラクターデザインは人造人間、機械ダーザアニメーションで石森キャラクターをものにした。 本野直行が担当。シリーズ構成には、大西晋介監督に、前作の最終話で原画を担当した、川越敦氏という夫人で、原作漫画に忠実という方針で制作に臨んだが、008イコールピュンマのキャラクターデザインは、原作ではなく、超銀河伝説のデザインを踏襲したものとなっている。a ック x が出資者となり、 音楽を小室哲也が担当し、さらにサポートに、前作で音楽を担当した、杉山孝一の弟子兼パートナーとも言うべき、松尾隼人が起用され、主題歌はグローブが歌ったことも、話題を呼んだ。ストーリーは、原作の第一期、誕生編から第二期、指定帝国読み編、及び、同時期の主要な短編を含む流れを初めてアニメ化、した。 原作発表時と放送当時では、東西ドイツ統合など世界情勢が異なるため、004までは過去に改造された初期型のサイボーグとされている。改造に際し様々な問題が発生したため、完全な改造技術が確立するまで一旦、冷凍睡眠させられていた設定になった。005以降の設定についても、原作のニュアンスを活かす形で時代に即した変更が、 行われている。映像ソフトは、レンタル専用の VHS 版が、販売専用の DVD 版に先行して、リリースを開始した。制作現場の事情で、放送時に作画が崩れていた箇所は、映像ソフトでは原則として修正されているが、一部のエピソードは、VHS 版では、修正が間に合わず、DVD 版で、ようやく修正されたものもある。また、第十九話と、 第21話は本来の予定とは逆の順番で放送され、VHS 版でもそのままになっているが、DVD 版では本来の予定に即して収録され、それに合わせて予告編のナレーションも変更されている。石森翔太郎の意向であるコンクルージョン・モッズウォーはラスト3話で序章部分が語られるが、本放送時には第47話と第48話の間に、 当初の予定にはなかった、総集編が追加されたため、コンクルージョン・オッズ・オンは2話に短縮された。放送期間は不明だが、東日本放送でも、土曜5時45分6時15分にて、岐阜放送でも、日曜18時18時30分にて、それぞれ放送されていた。声の出演スタッフ主題価格はリスト2010年10月5日から10月9日まで。 シバメッセで開催された C-Tech Japan 2010のパナソニックブースで上映された短編 3D アニメ。スタッフは以下の通り。2012年10月27日に劇場公開された神山健二監督によるフル 3D CGI アニメーション映画。サイボーグ 009vs デビルマンの題名で2015年10月17日より。 イベント上映という形式で2週間限定公開。サイボーグ009コールオブジャスティスはサイボーグ009の映像化50周年を記念して制作されたフル 3DCG アニメーション。2016年11月25日より全3章が2週間限定で順次上映された。2017年2月よりネットフリックスにて劇場版3部作を 全十に話に再編集して配信されている。声の出演スタッフ主題歌配信リスト漫画、コミッククリアにて2016年12月9日から、ウェブ漫画配信。スタッフは、以下の通り、パチンコ2019年2月に、ニューギンより、パチンコ、CR サイボーグ009コールオブジャスティスが導入。テレビ朝日系列で放送されている、深夜帯、バラエティ番組、お願い。 ランキングにて、石森プロ公認、協力のもと、原点のデザインに文房具の衣装を加える形で作られたパロディキャラクター。同年春より不定期にアイデアもの,の文房具を紹介するコーナーに登場している。同年8月には、このキャラクターを用いたショートアニメも数編放送された。ただし簡易アニメなので、ほとんど動かない程度のもの。制作スタッフは、 非公表。以降も不定期に放送されており、現在、YouTube、お願い。ランキング SP チャンネルでも第1話第14話が、期間限定で公開されている。声の出演簡易なキャラ解説も合わせて記載。彼らは、文房具戦士と称し、悪の組織、文房具をストダンと戦っている。以下、突起のない限り発売元は、投影ビデオ。 サイボーグ009コールオブジャスティスに関するカテゴリー、文房具009に関するカテゴリー、ありがとうございます。